始まりました。今夜は土屋圭一の言いたい放題。じゅんいちありがとう。はい、いつもは脇坂じゅんいちのスーパー言いたい放題なんですけれども、今回 ARTA16 号車ポールトウィンということで ARTA スペシャルでお届けしております。土屋さん久しぶり、会いたかったです。会いたかった、会いたかったです。そういう番組じゃない。すいません。ということで、はい、今夜は、はい、ゲストを紹介しましょう。はい、もう早速紹介しても大丈夫ですか。ゲストは脇坂純一さんでしたっけ。今日は今回は純一ありがとう。違う、純一ありがとうじゃないですか。これは重力号車の2人が頑張ったから、ああそか、土屋圭一の言いたい放題になったので。なるほどね。どうでした、あのマイク。あ、そうなんですよ、うん、私あのマイクが今手元にないので、うん、この土屋さんのマイクにちょっと近づいて喋ってくださいということで、はい、今ゼロ距離でお届けしています。毎回これにして、だからあの福住と大津にありがとうって言ってもらわない。なるほどね。はい、はいはい、早速早速ゲストを紹介していきたいと思います。20分ぐらいこのまま、はい、まずは ARTA より福住二玲選手です。はい、はい、福住選手おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。本当は君らがいい日があったらよかったんだよ俺は。続いて大津博樹選手です。はい、大津選手おめでとうございます。ありがとうございます。いいね。はい、そして GT300 クラス、あの選手の、はい、鈴鹿で第2弾が出る帽子より松浦康介選手。康介選手、康介選手鈴鹿おめでとうございます、はい、いや2位なので。2位にはあげないの。いや2位にはあげない、一応あの ARTA ファミリーということで、はい、ちょっと今日あとあの谷口選手とあの富田選手が300のことちょっといろいろこう書き回してるところがあって、はい、ちょっと康介にもちょっと聞いていきたいなっていうのがあったので。それは面白いね。はい、でも一応2位だからあげようよ。一応ね、これ土屋さん分をよ。あ、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。いいぞ。ということで席に着かせていただきますけれども、はい、皆さんよろしくお願いします。始めてまいりますか、はい、ます、もしよかったら須永さん、あの花をもうちょっと下げていただきながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。あとあの田中浩二編集長もよろしくお願いいたします、はい、します。はい、さあ行きましょう。ちょっと何してるんですか。すいません、ちょっとマイクを、何してるんですか。何をしてるんですか。マイクをつけてます。こっこ、父いじるな。すいません、生放送中にすいません。はい、よいしょ。あ、すいません、俺やってやろうか。これね、毎回じゃんけんして決めてるんですよ。ジュリさん、これ、ね、トゥナイト2みたいな、はい、ね、もうじきね、もうじき聖子ちゃんがね、こうやって足をね、パッとこうやって開いたらここにね、なんかこんな言葉が出てくる。ローバ聖子って言われてる。それは有料になってる。トゥナイト2知らないでしょ。ちょっと世代的に私もわからない。あとね、カメラ抜いてました。あの土屋さんが聖子ちゃんとこうやってイチャイチャやってる間、優勝者の2人、ええ加減にしてくれよ。優勝して呼ばれてる番組のオープニングで、しかもうちの土屋圭一が何してんだってなってましたですけど。人間は、うん、オンとオフを持ってないとダメなの。いや、今どっちかというとオンですよ、今これ。今日これオンですけど、ジュリさん今日土屋圭一に言いたい放題らしい。土屋圭一に言いたい放題、みんなこっち見て喋ってますか。だいたいね、土屋さんねって言って。なんか俺被告人みたいじゃん。おかしくないかそれね。いやいや、今日はね ARTA のねお二人のお祝い、そう16号車お祝い、お祝いする気はないんですよ。なんでだって、この二人さえいなければ我々優勝できたわけ。まあそれはそうだ。ニスモはやっぱピュンとこう弾き飛んでいったんで。あのその勢いで16もって思ってましたですけど。甘いな、ええ、うん、だからゴルフと一緒でね、そういうふうに思ってた自分がな、コウスケが飛んでいってしまうから、ね。まあ今日は、ね、16号車の優勝をお祝いしつつ、はい、松浦コウスケ選手に来ていただいて、はい、あの谷口の武谷選手がもうどこ吐きまくってたよね。すごかったですね。あ、有料枠で、あのうちの須永さんがあれもう下ろせって、下ろしといた方がいいって言うぐらいの泥を吐いていって、でそれに対してあの、まあ、とにかくあの GTR が速すぎると、うん、GT300 でGTR が速すぎるって、あのスバルも速すぎると、とにかく自分以外の車に対して延々文句を言っていって、で GTR の文句が一番多かったので、富田選手が次ね来ていただいて、いやそうやないよっていう違う見方をしていただいて、でちょっと康介選手ね、ランブルギーニ間取って、あのランブルギーニがどうかということと、
あとあの町田継ぎ雄が鈴鹿で大事故になったじゃないですか、うん、はいはい、でまあ彼もねその接触の中にいて、あ、ひどい目にあったよな。そう、一緒に呼ばれた方が良かったのかなと思ったんですけど、松田と僕で。いやいや、でもそういう話になってなくて、康介に聞いたのはひどい目にあったっていうところじゃなく、康介が事故にあってその後最終コーナー寄りから自分のピットにこうピット裏を歩いて帰ってくるときに、いろんな人に大丈夫って聞かれたらしいんですよ、うん、その瞬間にずっと松浦は、いやいや、次男がこの辺から血が出てなんやかんやっていうのをいろんな人に言い回って、それが話が大きくなって大きくなって大きくなって、もうピット裏ではもう次男がアウトだって言われてた。それはね、どういう話よ。でしかも喋ったのが松浦康介なので、松浦康介が喋ると2の話も10ぐらいになるじゃないですか。でかくない。だからそれの真相も今日は回収したいという回でございますので、この辺は徐々に話していただきたいと思います。はい、はい、でですね、番組説明からいきたいと思います、うん、お願いします、はいはい、この番組ではニコ生のチャットも拾ってゲストに質問をぶつけていきたいと思っております、うん、また無料部分の最後で紹介する視聴者プレゼントはですね、質問をメールでくれた方にお送りさせていただいております。メールください、お願いします。はい、プレゼント狙いの方ですね、質問先のメールなんですけれども、アドレスは 11chチャンネルですね、v-opt.co.jp の方までいただければと思います。よろしくお願いします。はい、高確率で当たりますので質問の方よろしくお願いいたします。お願いします。そんなことないか。はい、それでは早速、はい、第5戦の鈴鹿を振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、もう早速なんですけれども、うん、GT500 のハイライト映像を今回も GTA 様よりお借りしておりますので、はい、皆さんで見ていきましょう。それでは、はい、お願いします。どうぞ。もう予選からね、16号車土屋さん勢いありましたですね。早かったよね、うん、なんか今回のスタート、うん、みんなちょっと前との間隔空けながらなんかっていうような、今回初めてスタートがあんまりガスが来られなかったね、うん、なんかそんなイメージ、うん、BRTA ちょっと戦略変えましたね、8号車そうだね、8と16は変えてるよね、うん、これですよ。あれ16入ったあかん時入ったでしょ、あれ。そんなことないよ、ね、フルコースイエローが出る前に入ってるから。ちゃんと24もペナルティーなってんねから、16もちょっとペナルティードンピシャやったのね。だからこれが余裕を作って、うん、結構その後楽になりたよね。そうそうそう、今立川雄二が1コーナーでオーバーテイクをしていきました。立川雄二、そしてカーナンバー23番のローリングインナーでピット。いや、今の、うん、早いね。今のやっと早かったですね、うん、そしてカーナンバー16番が19号車をドライバーこれどうですか、これを時ね、うん、19にしても、うん、あと36とかね、彼らオーバーテイクされると事実上周回遅れになるから、うん、結構無理やりはい、抑えに来たりしたでしょ。そうですね、結構ブロックもされつつだったんですけど、うんうん、タイヤがいい時に抜くしかないと思って。そうね、はい、関口いいね、まあ、ドライバーはこうでないとね、まあ、これもね抜きあぐねてたら後ろから14号車も勢いよく来てたので、もうこれ面白いですね、これ、スーパー GT ですね、うん、これでも当たりませんからね、みんな、うん、これは3ワイド、うん、カフノシン頑張ってましたですよね、カフノシンいい走りするよね。この間のスーパーフォーミュラーでね、ちょっと調子良かった時から、うん、ちょっと勢いですよね、うん、覚えてます？この時のレース展開覚えてます。なんか前走ってるか後ろのこと分かってないでしょ。それは覚えてるでしょ、無線飛ばしてるもん。さあ、グッジョブですね、うん、グッジョブグッジョブ。何も失敗しないか見てたら
あれ見張ってました。給油中に今なんか作業してなかったか。してないっつうの、してないっつうの。お前はニスモか。してなかった？してないっつうの。今からでも失格になってくれたら俺ら優勝できるんだよ。予選の時はゼントはクレームつけるわ、決勝終わったらニスモはクレームつけるわ、もうさ。あれもペナルティーやな、無理やりやな、8号車。これはレースだろ。レースってのはこういうもんよ。何を考えてんの、もう危ないじゃないか。レースはこういうもんなんだよ。こういう、いいレース。あ、なんか、あ、ほら、ほら、これ。あ、いや、これ怒りました？怒ってない？これ怒んない？いや、だってバックストレートの手前からも煙出てゆらゆらしてるのに、これ怒った方がいいです。これだってあれな、跳ね返ってきてな、跳ね返ってきてまた大きな事故あったらえらいことになるやん。ちょっと言った方がいいでしょ。ちょっと言った方がいいですよ。まあなあ、でしょうがねえよな。大きいのも言ってますよね。あれはこれはちょっとね、次からやめてほしい。まあな、だって GT ダーンだって観客席に車飛んでったら、あ、全部終わっちゃうから。ちょっと待って、もうちょっとテンション上げてったら大丈夫。落ちやかと思った。もう優勝はどう、この勢いでいかないと。この勢いで、いや、もう優勝はどうでもいいから、あのもう大湯あれは言うたら、もう優勝もうなし、まあ、8と16でもうなしだけどさ、うん、ね、順次も分かると思うけど、はい、言っていいドライバーと言っちゃまずいなっていうドライバーいるじゃん、次のレースで。ああ、ね、あ、だから言っちゃダメなドライバーなんだ。だから宇宙人だから日本語分かんねえよな。ああ何語で喋るんですか。あ、なんかふにゃふにゃしてるもんな。ピロポポ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 ポとかってふにゃふにゃしてるんだよ。うふにゃふにゃしてるから怒っても本人が怒られたと思ってねえよな。ふにゃふにゃしてる、タコみたいな感じですか。だから、うん、まあそんな感じよ、うん、だからもうね、うん、その鈴木アグリともいつも言ってんだけど、うん、怒っていいドライバー、伸びるドライバー、うん、で怒ったらもう沈んじゃう。怒ったら伸びるドライバーって誰ですか。怒ったら伸びるドライバー、うん、まあ、ARTA ファミリーってね、まあ、今回ねこの16号車でこの2人ね来ていただいてますけど、うん、ARTA ファミリーっていっぱいいるじゃないですか。いるね。なんか僕なんかも入れてもらえるじゃないですか。ARTA ファミリーとしてはいるね、うん、そうなって怒って伸びるドライバーっているんですか。怒って伸びるドライバーいますよ。高木慎一とかね。ああ、高木の慎ちゃん、うん、あいつの場合はこう追い込んで追い込んで崖っぷちに追い込んでいくと、うん、すげえいい走りをする。本当は普段適当にやってるっていう話じゃないですか。そうなんだよね、高木のちゃん。あんたや、あんた、あんたやね、しんちゃん。見てるかな。見てますよ、見てますよ。いや、絶対見てないですね。夜ずるしてますね、今多分。夜ずり。ほんだら怒っても言うことを聞かないドライバーって誰がいるんですか。だから宇宙人だよな。大湯なんか全然言うこと聞かねえじゃん、うん、あとは、あと誰だ、あと。いや、そこにいてんのも全然何言っても聞かへんでしょ、多分。僕、まあ、コウスケもそうだな、その部類には入るよ、ね。まあ、コウスケの場合は右から左なんだよ、うん、そのアグリが怒っても。うんうんうん、アグリさんの作戦は絶対理解してるもんな。はい、ピットって言ったらピットしない、うん、ステアウトって言ったらピット。それが正しいんだね、はい、でそれでうまいことレース行ったら本人何も怒らへんもんな、はい、機嫌いいもんな、はい、言う通りしてレース成績が悪かっても怒るもんな。さすがやっぱ昴生が一番矢口さんの使い方分かってる。いや、分かってる。でもその今年こうやって8号車と16号車2大体制ありますけど、特性というか、まあ、ドライバーのキャラでしょうけど全然違いますよ。キャラは全然違うよね。キャラは全然違う、うん。だから16号車これ淡々と、いや、そこが面白いんじゃん、うん、ね、そこが面白いの。8と16の違いは、はあ、8はどんな感じなんですか。いや、だからもう田中さんもそうだけど、マスコミって大体8がメインだと思ってるの、うん、だけど俺的には、うん、16がメインなんですね、俺はね、うん、だからじゃあ ART16 がメインなんだこういうさ、揉めるようなことを生放送で言うな。いや、だってちょっとでもなんか ART 揉めさせて、あの、ね、戦力下げて僕は前行きたいわけですから。もうだって俺は雇われ監督だから、うん、俺、あの、総監督にはもういくらでもいつでも忖度するよ、俺は、うん、だから8がメインですよ。8がメイン、ね、ほんならメインじゃないところが勝っちゃって残念なんですか。いや、よかったじゃないの、ね、まあ、多分でも、あの、
ね、あの阿部さん見てないんで。見ない見ない。見ない。だから大丈夫です。やっぱり世間一般的にマスコミも含めて8がメインで、うん、ね、LTM ゲームは、うん、で16は抑えだぐらいにしか思ってないわけ、うん。お前たち抑えだぞ。そんなことないですよね。分かってんのか。そんなことないの。そんな感じ。ですけど結構言いたいこと言って僕ら言いづらいこと多いですね。生放送だからなんかこう全く言いづらくて言えないことだけど。触れれないことがなんか ARTA って土屋圭一さんいてね、あぐりさんいてって看板あるからなんか明るく風通しのいいイメージですけど、あ、そんなことないんや。明るいよ全然明るいよな。明るいイメージ厳しい。どこが厳しいんだよ。あぐりさん結構ね言われるよね。そうだね。なんていうの、あぐりさん絶対ぶつけんなよ。ああそれは金かかるからだよ。だっていやいや今横でこれがレースだろうって言ってた、はい、あぐりさんは違うんだ。結構正反対。正反対なんだ。あぐりは金払う方だから修理代。あぐりさんはお金のことしか考えてないんだ。俺は当たるのがレースだ。土屋さんはレースに対する常識、あの情熱しか考えてなくて、あぐりさんはお金しか考えてない。これ正しいですか。はい。どっかで聞こえる。いやだって当たるだろ。当たる当たる。絶対当たる。俺らだって、ね、鈴鹿レースになんかコン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 当たってたじゃん。だってお前本当にレースって同じ方向にみんな急いでんだから、うん、当たっていいんだよ。だから飛ばしちゃったら、うん、だってみんな急いで走ってんの。そうだよ。知ってる知ってる。みんな急いで走ってる。で急いで走ってて前に邪魔するよ。急いでんのに邪魔してくる。それはで急いで走ってるの後ろから煽り運転される。大変。それ当たりますわ。当たる、うん、だけど飛ばしちゃったらもうそれはど素人よ。ああプロは、うん、当てても相手を飛ばさないっていうのがプロよ。当てて壊れるのどうですか。大湯、うん、それダメよ。大湯、うん、それダメよ。いやそ日本語で言ってもわかんないです。ピポバ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 ふにゃふにゃして言わないと。いや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 でもね、なんかね、あの僕ねLTA のことね、あの愛情を持ってからかってますけど、なんかちょっとこのチームコースが怖いな。なんか ARTA ってもし1台やったらさ、はい、いわゆるあぐりさんのその考え方と土屋さんの考え方とかで、ドライバーもどう振る舞っていいかわからへん、もっといけよって言われるし、でも2台やったらもっといけよの方が今行き過ぎるわけやんか。でここはちょっと抑えときて走りたいのにもっといけよってあんまり言われずに、お前とかそれでってなったりするとなんかね、ボーンと行く車もあれば、ちゃんと着実にこうやってきちっと優勝してきてってやったら成績は出んじゃない。どういや、なんか行けって言っても多分行ききれない2人なのかなと思ってるんですよ僕。ああで、そのなんて言うんだろう、応援とかって本当行っちゃうじゃないですか。行っちゃう行っちゃう。で、この2人ってあの自分の中で結構リミッターがしっかり強めのリミッターを持ってるから、うんうんうん、その行けって言っても、うん、あれよ限界で走らないっていう意味じゃないよね。そうそうそう、うん、限界に近いところにいるんだけど、うん、そこのここにすぐ行っちゃうドライバーなのか、ここで終わるのかっていうと、多分、うん、いい意味で優秀でここで終わるんですよ。そうだよな。でもそこでせっかくさ自分で優秀なリミッター決めてるのにはさ、チームから行けとかって言われるとさ、行かなあかんってなんねんけど普通はね。だからここがミスしたりとかっていうのはやっぱりライバルとしてはね、待ってんだけど、これが2人にしたらさ多分しないですよ、ね、しないよね。だって行けって言ったって、行ったらあれになるじゃんっていう。確かに。だからなかなかいいブレーキをね。だから2人にとってもやっぱあの8号車の存在っていうのはものすごく大きいんじゃない。まあそうかもしれない、ね、まあ一発の速さとか見せつけられると、うん、まあすごいなっていうのもやっぱ感じたりはしますけど、しかも今ねこういう選手の話題でね、チームメイト野尻選手でしょ、うん、ね、でチャンピオン何回もスーパーフォーミュラで取ってる選手が賭けに隠れるってどういうことですか。野尻選手は今となればやっぱこっちの3人で組みたいなってならないのかな。3対1 そうはなってないですかね。どんな感じですか。野尻は野尻で、大湯が来たことでやっぱこううかうかしてらんないなっていうのは見受けられる。そうね、野尻ってなんか手前でちゃんと乗ってきて成績を出すあれやから、大湯のあの存在っていうのはちょっと野尻にないものをうまいこといけば野尻が得れる可能性はありますわね。だから今年はそうだね、大湯、うん、が来てあの走りをしてあのタイムを出して帰ってくると、はい、野尻もうかうかしてらんないなっていう、だから野尻もミスをするようになるし、うん、だからそういうのが俺はシーズン前になんとなくこう感じてたから、うん、あ俺は16にいた方がいいなっていう。え、土屋さんは16担当なんですか。担当っていうか、そうだね、8にあぐりが張り付いてるから、うん、じゃあ俺16かなって。あ、
そういうのは決めてるわけじゃなく、ああじゃない、ああそしたらこのから先また都合も調子良くてポイント取って、で向こうがまたリタイアしてってなったら、なんねえっつうの、いやアグリさんはそっちについてきたりするんですかね。ちょっとケイちゃんごめんあっち行ってアグリさんだってポールポジションとかある車の横でいつもだって普通にこうやってこういうふうに、ん、してたいし、うんうん、ね、あのカメラがこっちから抜くのもちゃんとこうやって理解しながらこうやって やってるじゃないですか、ね、反応はせえへんけど、そうなってくるんですかね。それはないよな。だけど、まあ、最初からでもアグリさんそんな8人だって感じはなかったです、うん、ああそう、土屋さんが多分16人いたい感じです。土屋さんが16人いるからアグリさんが8人、はい、まあちょっと ARTA の内情多分ぐちゃぐちゃやと思いますので、ぐちゃぐちゃじゃないんですよ、ではですね、そう真相にねちょっと迫ってみたいと思います、はい、今日ちょっとまた面白いと思うな俺これね、はい、はい、田中編集長はどう見てましたか。なんか今のでもう随分いい、全てがもう物語られてしまったような気もするんですけども、言いたい放題、リミッター外れてますから。ちょっとその次の選手がね、うん、そのトラウマっていうようなことで、あんだけ大きいクラッシュを第3戦でやってたんで、ところが今回、まあ、結果スキッドブロックで、失格になっちゃいましたけど、うんうん、ドライバーの心理とかどうなんですか。ああいう大きいクラッシュした後って、あの同じサーキット走るときってどうなんですか。したことあるか。ああ、2例はないか、大きいクラッシュは。ますけど表に出てないやつです、うん、はい、オツは僕もないんでちょっと分かんないですね。後で聞きましょう、うん、そうです。あ、そう、じゃあそれは番組後半だ。後半本当にやばい。コウスケは、え、僕ですか。でかいのやってる。コウスケはでかいのしかやってないですよアメリカリーグらい使ってると思う。ああまあね、まあね、まあ、インディーの時に一緒にレース出てるやつが死んだりしてるんで、そっちの方は結構なえますね、本当に。やっぱり一緒にこうドライバーズブリングとか普通に一緒にレース出てる仲間が死んじゃって、うんうん、でなんかレース前になんか呼ばれて、みんなでドライバーズブリーフィングのところ呼ばれて、神父さんが出てきてみんなでお祈りをして、でそれから決勝に行くみたいなのもあったんで、結構それは悩ますね、うんうん、どうなんだろうな。ドライバーってそういうもの気にするレースで。いやー、この前でもやっぱ鈴鹿で走ってあんまりそういうの気にしないようにはしてたんですけど、やっぱり130抜けてあの壁見るとちょっとなんかまた降ってくるかなって思う瞬間は何回かやっぱありましたね。あれね、テレビ見てる人とかは分からないと思うんだけど、130抜けて試験に行くところって、試験の左側のクラッシュパッドが壁のように見えるんだよね、あれね、うん、結構ね、はい、本当はもうそこまっすぐでね、その抜けてるように見えるんだけど、ちょっとブレーキングの角度になったら壁のように見えたりもするもんね、うん、であそこちょっとやっぱ曲がってるところがやっぱりああいうことを生んでしまう何かなんだろうね。いやだけどね、うん、133台で行くなんて無理だよ。いや僕行きたかったわけですけど僕行きたかったわけじゃなくてはい、だからお前がちょっと無理してなかったらよかったんだよ。そこは違うだろう。違うそこは違うだろういやだって次の話を俺次の日ね電話かけて聞いたら、うん、次の日に電話かけて聞いたんですよ、うん、もういや300のやつがぶつかってきたんですよ。コウスケですよそれもいやだから違うよ、お前だよお前さ本人理解してなかったね。してないしてない、300がぶつけてきたんですって言うから、違うよお前、130あるインでは曲がれないんだよ、うん、3ワイドで130入ってってインで曲がれる GT500 はないから、うんうん、そう思わない。いやそうですよ ね、うん、130あるさ、うんうん、GT500 がいいんで曲がれるんだったら予選から曲がってるよ距離を稼いでね。短い距離が一番いいんだから、うん、だけどやっぱりぶつけてもぶつけられても自分じゃないって言い張るんだよな、みんな。いや分かんなかったと思いますよあれは。だからもう映像見て本人は分かってるんですよ、うんうん、本人は分かってるんですけど、だってやっぱり折り戸の車載なんか見たらもろ分かるじゃん。あね、イン側からなんかもう、でもコースケ真ん中あれ、いや一番外、あ一番右、一番関係ない人、うん、だからお前柴田恭平みたいな言い方するんだけど、いやだってコウスケは何があったか分かんないよ。確かにね、コウスケがいて折り戸がそこをインさして130入ってった、うんうん、そこに GT500 が入ってきた、3ワイドでクリッピングポイントがなった、うん、なんでお前ここにいんだよ。いやいるだろねえ、お前このコウスケと織戸は悪くないだろう。あそうなんですか。いやいや織戸さんは分かるんですけど、なんでお前ここにいるんだよ。いや本気で僕は誰とぶつかったかって覚え分かんなくて、ああでもうバラバラだったじゃないですか松田が、うん、で
医務室に行って、うん、あそこ医務室って2つ部屋があったんですよ、うんうん、でカーテン越しに、うん、あのもう1個の部屋の方にもう1人のドライバーが運ばれてきて誰かなと思って、うんうん、僕も血圧測られたりとかいろいろしてる時にずっとカーテンの下からずっとこれ見てるんですよ。そしたら看護師のおばちゃんが、うん、大丈夫生きてるから大丈夫って言われてで見に行ったら次用だったんですよ。あでどんな状態だったの。え、なんか口血だらけで笑いながら言うなよ。でスーツ着られててでもう裸にされる寸前ぐらいで、うん、で次は大丈夫とか言って言ったらあ300がとか言って言うお前やお前やお前やおいちょっと待って俺どっちかって被害者なんだけどと思って、うん、まあでも喋ってるから大丈夫かなと思って、うん、大丈夫だねっつって僕そのまま出てきちゃったんですよ。でそっからピットに出るまでの間何と喋った。いや出た瞬間にまずニスモの人がいっぱいいたんですよ、うん、なんかみんな僕のこと悪いもん扱いっぽく見るんですよ、ね、お前かみたいな感じで見るんですけど、でも僕まだその時点で状況全く理解しなかったんで、ね、何が起きたのか分かんなくて、うんうん、もうとりあえず黙ってピットまで戻ったんですけど。いや黙って戻ってないもうたくさんの人たちとコミュニケーションを取ってるはずなんでそのうちの一人が俺やもん。はい、もう人間覚醒器のように。そうなんです。いやいや、またピットが一番イチコなんじゃないそういう時に限って。いやだからあの通用がね大丈夫かどうかの情報は GT 関係者全員もうコウスケからの情報。そうなんだよな、うん、血だらけで血だらけだったみたいよみたいなさ。いやでも本当血だらけだったんですよ、うん、なんか口切ってて、うん、まあでも大丈夫そうでした。うん、でもねあの本当に復帰できて、うん、でも本人言ってましたねやっぱりあれの、うん、鈴鹿をね、ああいう風に形で走るのやっぱ最初怖かったけど、やっぱああいってリザルト出たことによって結果的に歯科肉にはなったんですけど、リザルト出たことによってそれを引きずらずに済むっていうのはまあちょっとドライバーとしてもね、ちょっとそういう意味ではラッキーですよね。あの、次には謝ったの僕ですか。引っ張りますね、結構。結構だからコウスケを悪者にしたいんだよ。11はネタとして。いやいやこんなね言ってもない大丈夫な人いい日じゃないですか。3週間後ぐらいに電話かかってきました。あそうですか、うん、まだ映像見てないんだけどって言われて、うん、でもなんかお前はなんで謝らないのって言われて。うん、そうですか、はい、そうですか。 あともう一個で、ね、鈴鹿といえばだからサードの2位ですけど、うんすね、ありがとうございます。いいね、はい、もう16歳いなければですね。今日はもう非常に気分悪いんですよ。え今回何のインチキして2位になったんですか。去年ニトログリセリンをやったんですけど。いや早かったじゃん。あそうなんですね、はい、伝送サード、はい、早かったよ、ね、ブリヂストンのトークショーね、うんうん、T シャツ選手権で土屋さんが、はいね、2台じゃなしに8号車選んでたらめちゃくちゃ面白かったのになとかって思いつつ。あそう、ね、思いつつ、うん、でもね今回ね16来そうだなとはね思ったでしょ、ね、思ってましたからね、まあ、土曜日から思ってないでしょ、うんまあ、その分来て。でも我々ねあの、まあ、今年初まともなレースができたので、うん、こっからかなと思ってるので、うんまあ、すごい頑張りたいなと思ってます。あの中山雄一も関口も頑張ってくれたしチームの作戦も良かったし。そうなってくるとじゃあ伝送サードは何キロ今車の重量ですか、うん1100、200ぐらいじゃないの。いくつ50キロ積んでる。あウェイトの話、うん、ウェイトは50弱ぐらいだ。うちが46ですね。46ですか。39が46、16は74、うん、16は74です。だからリストレクターの方がちょっと、はい、あのいいんじゃないの。登りは効くな、まあ、なあツーリスダウンはどうなんですか。でもスゴはつけたことないかわかんない。マシなんじゃないですか、うん。あ、そうか。特性的に、うん、僕実は初めて年次数、うん、このスーパー GT500 に出始めて 4年目なんですけど、うん、初めて入るんですよ。ああ、僕もです。あ1回も入ったことない。2人とも初体験です。2人ともこの前坂東正監督が、うん、そう年次数年次数って言ってるけども、うん一回もそのワンランクダウン受けたことがなくて憧れたって言ってたんだ。僕も憧れてた。憧れてた。言いたいんだよね、ピットで。いやーもうちょっとレイストレクターきついよって言いたいんだよね。レイスきついからなって初めて言うんで、うん、憧れの。きついと思うよ。だって鈴鹿見ても簡単に抜かれちゃうじゃん、ストレートで。そのくらいやっぱパワーは落ちるよね、うん、ツーリスダウンは。でもそこはやっぱ今のスーパー GT はリストレクターでパワー落ちる分燃費に振って、うん、どこでプラスしてマイナス補うかっていうレースになってきてるから、ね、またちょっと戦略面もね、
面白くなってくるのかなと思いますけど、はい、じゃあ続いて、はい、GT300 の方のハイライト映像に行きたいと思います。 あるんだ。あります、あります。こちらも GT 映像よりお借りしております。それではどうぞ。もう映んねやろな、いっぱいあの人が。スタートはスバルがポールポジションで、新田さんのところが2番手だったんですね。なんかあの谷口の元里選手もね、なんかメルセデスがしんどいって言ってたんですけど、ゲストに来た後の富士も鈴鹿も上位走ってますよね。調子いいんですよね、谷口さん。なんか300でちょっとこの事前にこう早い段階で入るっていうのトレンドになってきてますね。まあ、やっぱリスクみんな回避したいっていうか、そうですね、セーフティーカー対策ですね。だってさ、SCV 入ったら、うん、もう、もっと爆死みたいなもんじゃない、うん、ね、もう運じゃん。ほらほら、映り出した、映り出した。これ、コウスケ。これ、相方です。夏、夏です、うんうん。似た体型してるよね。似た体型。最近太ってきたんですよ、あいつも。似た体型。さあ、この車も、うん、じわじわ来るんですよね。来るね。ストレートめっちゃ遅いですよ。裏か。ランボルギーニ、はい。遅いんだ。遅いです。めっちゃ遅いです。だから今山内もあんな簡単にあそこに。簡単にそうなっちゃう。閉まってなかった。最近なんかタイヤ外れんの多いな。多いね。だからそれだけみんな。攻めてるってことですかね。あの攻めてるっていうか焦りだろうな、うん、ちゃんとドルクがかかってないんだからさ、焦りだよね。さあこれは GT300 の今87は結構これ優勝争いに絡むいいタイミングのピットストップになる可能性があります。このアップガレージとこの2台がね、うん、いいタイミングでね、うん、さあ GT300 のトップ争いと GT300 の3番手争い、これもう後ろコウスケ。あ、そうです、僕です、うん。さあ、そして BRZ が2号車を捉えている。2号車がオーバーをしてしまったのか。スムーカーブ130R クラッシュオーユー。自分で出した FCY のピット入ってペナルティ6だ。でも若いやつだからさ、しょうがないよね。やっぱ俺らだって若い時さ、うん、こういう当たってタイヤバーストってのあったじゃん。ありましたね。俺はもうしょうがないよね。コウスケ、後ろであの小出選手見ててどうですか。この間でも SFL スーパーフォーミュラライツ3連勝岡山でして、ね、勢い乗ってるドライバーですけど、ミスしてくんなかったですね、うん、結構しっかり走ってましたか。しっかり走ってましたね、うん、結構ね、後ろでプレッシャーかけて煽ってってね、なんかミス誘ってましたけど。NSX 今は BOP がいいのでストレート速いんで、うんうんうん、なかなかチャンス作れなかったですね。三脈で2勝目だからね。2勝目を飾った小出旬、守り切りました。苦しいレースを守り切った、大きな自信をつけるレース。はい、三脈でこういう感じ。いかがでしたですか、レース展開全体的に。いや、僕は完璧でしたね。あ、もう自分のスティン。なかなかいねえよ、まあ、僕は完璧でした。運が良かったです。車降りてからピット表彰台行ってピット帰ればね、何人と喋ったんですか。結構たくさん。結構ね、たくさんと。はい、その話題はどういう話題が一番多かったですか。あ、NSX の BOP がいいとか。俺持ってるって。俺持ってる。でもあのピットの FCY の時のピットのタイミングがやっぱ一番。
あれももともと入る予定の週だったんで、うん、別に FC ワーク出そうだったから入ってきたわけじゃなくて、うん、たまたまそこを通過、ちょうどタイミング良かったんですよね、うん、でも僕たちあの NSX よりも前でピット入ってきてるけども、ピットで先行かれちゃったんですよ、うんうん、あで、まあ、ちょっと燃費が悪い、いや、燃費もあるのか分かんないんですけど、まあ、レース終わってからのガスアウトの量はちょっと多かったんで、まあ、僕たちの中でちょっと計算ミスがあったのか、うん、まあ、FCI も終わったんでね、まあ、全体的にそうだったかは分かんないんですけど、うんうんうん、その辺の精度って今500とんでもない領域に入り出してるんだけど、うん、300もそんな感じですか今も。あの僕が燃費がいいんですよあの右足ブレーキ出してるんで、うん、あのオーバーラップとかしないから、うん、燃費が今 JLOC4 人ドライバーいるんですけど、僕がもうダントツで燃費良くて、うん、その次に小暮で、うん、っていう順番で、うん、だからその坂口とか本島とかと比べると結構燃費がうん、だいぶ違うんですよね、うん、そしたらその分ね攻めれたり、まあそうですね、本当は攻めなきゃいけないんだけども、うん、やっぱりちょっとある程度マージン見ちゃうかもしれないですね。うーん、どうでしょう田中編集長は GT300。 あの今のね高瀬選手の話で、うん、あのほらストレートが遅い、はい、NSX が早いって言ってて、うん、これ聞きたいんですけど、これ後半の方がいいかなと思ったんですよ。いや聞いてください、あの別に高瀬の話大したことないです。どんな話ですか、ちょっと僕は判断させてください。あの例の谷口さんは GTR だけが BOP が優遇されている、うん、で他はみんな苦しんでいる、うん、それ面白いんですよね。そう面白いんですよ。で、まあ、今 NSX は速いって言ったじゃないですか。だから、うん、コウスケ選手から見てじゃあ GTR だけが本当に速いのか、ね、そう今選べんやったらどの車乗りたいとか、ね、例えばメルセデスはどうなのかとか。でもあの、後ろにスバルいて、その後ろにまたランボルギーニいてたんで、はい、鈴鹿はランボルギーニに対してそんなに悪くなかった感じですか、うん、僕たち今ランボルギーニ2台いて車違うんですよ、うん、その88号車の小暮元島が乗ってる方はエボ2って言って、うん、全くの新車、うん、あの前回の6月のレースで僕は全損して、うん、ちょっと車がなくなっちゃって、今僕たちが乗ってるのはもともと88号車の車なんですね、うんうんうん、でまあちょっと車エボ1とエボ2で車違うんですけど、エボ2の方が BOP が悪くて、うん、もっとストレートが遅いんですよ。本来エボ2の方が新しくて速いはずやけど遅い、締め付けられてる。遅いです、うん、遅いです。だからさっきちょっと映像にもあったんですけど、スバル抜いたかのように見えても簡単にまたすぐこう行かれちゃってってなると、うんうん、その一周のタイムは予選とかなんとかある程度頑張れても、やっぱレースになって駆け引きするとやっぱりもうそこはすごい出ちゃいますね。レースになって駆け引きするので一番有利な車って今何なんですか。BMW。 あ、BMW。 NSX、ね、BMW やっぱりストレート、やっぱストレート速い方が、うん、なんか詰まった後用意ドンした時にやっぱその差って大きいですよ、ね、うん、今 GTR はそんな速くない。ストレートは途中までの加速はいいと思ってるんですけど、エンドはそんな速くないんですよ、うんうんうん、多分あのダウンフォースが多いのかちょっとドラッグが多いのか、うん、でもそこまでの加速は良くてっていう感じですね、うん、まあ、あと給油が速いですね NSX。 あ、違います GTR、 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 何してるか知らないですけど、いや頑張って回してるんでしょいや分かんないですけど、まあ、給油、まあ、給油ごとにもうどん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 前に行かれちゃいますね。あ、そういうイメージが。燃費がいいってこと、まあ、燃費って言ったって多分そんなにずれることはないと思うんですけどね、うん、じゃあお前またタンクがでかいとか言ってんのか。いや、給油の落下速度が速いか、その燃料タンクの形状とかでその抵抗がすごく最適化されてるのかわからないですけど、まあ速いのはもう事実ですね、うん、なるほど。昨日ちょうどね、11さんと J スポーツのチームラジオプラスっていう番組で皆さんの無線を聞きながらレースを振り返って、はい、全部聞かせていただきました。その時に前を走ってる小出選手がもうタイヤが厳しいっていうことを言うんですよ。だからそれ状況後ろから見ててそれは感じましたのかなと思って、結構やっぱ鈴鹿ってタイヤあの500もそうだと思うんですけど、うん、まあ、一番バーストもしやすいし、その耐久の部分でいったら一番きついんですよね、うん、で僕たちランボルギーニってもう過去5年6年とかもうバースト祭りの時代もあったんで、うん、まず完走できたことにすごく、一つの達成感というか、うん、あと横浜の開発の人も、まあ、僕たちミッドシップの車 NSX とランボルギーニほぼ同じミッドシップの車っていう同じくくりの構造を使ってる中で、僕たちがワンツーしたことで、まあ、横浜の開発の人も泣いて喜んでくれたぐらい、うん、まあ、ちょっと一つまたあのタイヤの、うんうん、その何ですかね、開発の部分でも一つちょっと
ステップ、まあ、パフォーマンスは上がってるよな。そうですね、うん、今横浜すごいパフォーマンス上がってきてるので、うん、バーストはしないわ、決勝中垂れないわ。そうですね。なんで最近良くなってきたのは何か理由あるんですか。そう言われるとゴム屋さんがいいですね。うん、横浜のゴム担当の子がいるんですけど、うん、変わったのかな。その子がめっちゃいけてますね。変わったんですか。人が変わるとやっぱ変わるじゃん。はい、呼びます次。うん、読んであのノブちゃんと対談さ。いやその小出選手のね、うん、無線なんかいやもう2位でもいいかもしれないねっていうぐらい言ってた、ね、いやだからあの無線は、まあね、あの編集長多分そのタイヤが垂れて苦しいっていうことじゃなく、はい、そのタイヤの耐久性そうそうそうバーストに対する不安をずっと言い続けてた。だから入力をペースを上げるイコール2位で言ってくれたらよかった。だからそれだったら全く違う。いやだからあそこにコースケいてなかったら、うん、変な話彼らもっとゆっくり走ったやろうし、うんね、逆にあのコウスケがいてって攻め続けて2台ともあかんっていうような最悪のシチュエーションも多分横浜タイヤ その泣いて喜んだ方はあったから、それがちゃんと自分の作ったタイヤが持ったからっていうのが喜びやったんやとは思うんですけどね。いやこの頃の横浜ってすげえいいよ。いやいやそうなんですよ、ね、でもあの横浜ねあのあれだけの台数抱えてくれてて横浜タイヤなかったら GT300 成り立たないんで、成り立たない、成り立たない、ね、そういう意味では感謝してますけどね、うんうん、横浜タイヤさん土屋平一のお褒めの言葉いただきました、ね、いやだって本当そう思うよ。マサのとこ見ててもさ、うんうんうん、予選は早いけど決勝は落ちてくるから、うん、決勝はもう俺らのチームも相手しないじゃん、うん、トヨタも日産もホンダも、はい、かつての横浜はね、かつての横浜は、横浜は予選だけ来るけど、はい、決勝は来ないから気にしなくていいよ、うん、でじゃあどこをマークするっていうとさもうそういうもんじゃん、はいうん、だけどこの頃はさタイムが落ちないじゃん、ね、マッチのとこもそうだけど、そうですね、だから怖いよね、うん、だからそれはもう300にも言えるじゃん、うん、300も全然バーストしなくなってでタイムもずっといいからさ、だから結構 BS 的には怖い存在だよね今の横浜は、うんうん、なるほど、うんそろそろ、はい、そうですね、そうですね、そうですね、はい、お時間迫ってきたので、そろそろまたね、深い話は後半戦でということで、うんうん、公式生放送と YouTube 一旦ここまでと。てかお前16のドライバー2人なんで呼んだんだよ、お前何も喋ってねえぞ。いやそうなのよ、だからギャラ出ないから、ね、後半戦の時に、後半戦でそりゃそうだろ、たくさん喋っていただきましょう。おかしいだろ16おめでとうで呼んだんだろそうですね、お祝いスペシャルなので今これは普通にダイジェストで編集したらもうオープニングで花は束渡したところで終わりやる2人だそれはねえだろ福岡から来たんだぞ。そうわざわざあのね福岡と埼玉から来てんだぞ、うん、あでもあのもうあの通りもんが美味しかったんであれ持ってきてくれただけでも福岡から来てくれたけど、ね、はい、今日の仕事は僕も、はい、後半確かに2人にたっぷり話していただきましょう、はい、展開していただければと思います。で一旦ね YouTube 生放送ここまでなのでゲストに聞きたい質問はですね、11ch@v-opt.co.jp まで引き続きメールでどんどん募集中なのでいただければと思います。質問メールを採用された方の中から抽選で我々の今回はですねサイン入りの2024年カレンダーをプレゼントいたします。はい、田中井選手、ま、このおかっこいいじゃん。ホテイトガイスあのこれこいいモートスポーツがもう何年だいぶ経ちもう十何年作ってるかな、うん、あの GTA さんの公認、カレンダーを毎年作らせていただいてるんですよ。いい、うん、で最初はあの何年それこそ12だから表紙合わせて13枚だったんですけど、うんまあ、GTA さんから GT500 を全部入れてくれって言われて、うん、15枚だ15枚なんですけれども、まあ、これだから今16号車は1月ほう1月、はい、ジャニュアリーそうですねジャニュアリー39号車おお何月ですか。これ何月何月ですか。セプテンバー、セプテンバーなんでセプテンバーなのよ。これしかも後ろにバンド映すなよ。このツーショット結構絶妙だなと思ってやっぱりねあのバンドよりも39がちょっと前にっていうのがね、はい、最高ですね、はい、ありがとうございます。あとあの土屋さんが大好きな8号車もあ、はい、本当だいいじゃんかっこいいじゃん、はい、これ何月これ表紙です。表紙いいね、はい、かっこいい、はい、表紙と、はい、あと、まあこれは1年間のカレンダーが書いてあるんですけど、38号車さん、ねはい、ただこれよく見てもらうと、うん、石浦さんが運転してるんですけれどもこれね引退を発表する前にもう作っちゃってるんですよ。あなるほど。だからそこの、はい、ここだけ変えましょう。いやそれもねそういう話もあったんだけどいやそれはやっぱやめとこうってなって石浦はいらないです、はい、
ていうのにサインして日村いらないはないだろう。じゃあ今回は今度これにいつか立川選手にサインはしてもらうので、はい、今日はこの3つにサインして皆さんにプレゼント、はい、じゃあ3名の方に。そうですね、3名でいいじゃないですか。これは各車の人たちにもらってきてもらうの、編集長は今週末。あ、まあ、いや、そこはだからゲストでいらっしゃった時に、ゲストでいらっしゃった時に、はい、筒に入れて、今回はその形でプレゼントさせていただきます、はいはい、今日2人いるからね、はい、皆さん、はい、今日2人いるからこれ貴重ですよね、うん、ここで揃いますね、うん、え、くれるの。あ、2人が欲しい、うん、俺も欲しいよ。あ、本当ですか。じゃあ、じゃあ、いや、本物渡しますよ、うん、出来上がったら、はい、ありがとうございます。じゃあ、2人ドライバーをサインして、はい、サインして、これはお客、あの視聴者の方に、はい、ので引き続きメールもお待ちしております。はい、かっこいい。はい、それではここから先は、ニコ生の言いたい放題チャンネル会員様のみ視聴可能となります。会員になっていただくと、なかなかうまく噛み合わなかった ARTA 前半戦の舞台裏、そしてぶっちゃけトークが大好評の GT300 クラスの裏事情、さらには皆さんからの質問の答えに、過去配信された言いたい放題の有料部分を含めたアーカイブまで全てご覧いただけます。入会方法はニコ生チャンネルトップページからチャンネル入会をクリック。支払い方法はクレジットカード、スマホ携帯払いからお選びいただけます。月額550円となります。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。それではですね、今から10分間の休憩を挟んで後半戦となりますので、会員の皆様は後ほどよろしくお願いいたします。皆さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしましょう。はい、前半戦皆さんありがとうございました。ありがとうございました。